小谷村立小谷小学校は、長野県北安住郡小谷村にある公立小学校。学校運営にあたり、過疎化と高齢化が進む中で地域と、学校、村民と子どもたちがより密接につながるよう、村民の学校と位置づけ、運営の骨子が組まれている。2006年4月1日に、従前の南小谷小学校、中土小学校、北。 小谷小学校の統廃合により開校した。3校を統合して1校にするということから、統合にあたってはいくつかの委員会が組織されて、計画が進んだ。敷地選定委員会では、南北に長い村全体から20カ所の候補地を挙げ、それぞれの条件を比較検討し、現在の小谷中学校南に位置する農地が建設場所に決定された。 1979年に統合、開校した小谷中学校が設置される際には、村内を2分するほどの激しい誘致が行われ、結果的に村民感情にしこりを残してしまったという過去があるが、人口が4000人を切って行われた。今回の統合では、大きな村民感情のもつれは発生しなかった。この背景には、スクールバスの運行計画など、行政的効率化や、 経済性、中学校を含む全国地区を教育ゾーンとする学校運営上の教育的効果なども含めた上で村民の多くが生活する南部地域に建設されることが暗黙のうちに肯定されていた感がある。その後建設地が決まると組織された学校建設委員会では通常の教育関係者、学校関係者、有識者のほか一般村民から公募で委員が募集され、 組織された。小谷村は元来より、中心地方を営業圏とする設計事務所に設計業務の発注を行ってきたが、小谷小学校建設の際には、建設委員会からの強い要望もあり、文教施設では、実績の多い神奈川県の湯沢建築設計研究所に設計業務を指名した。初代峯岸校長は、旧姓松沢で小谷村島地区出身。 2008年3月までの2年間を校長として、勤め、退官した。2代、磯川校長は、大学の教育課程を修了して教職に就いた、初任地が、小谷中学校だった。最寄り駅は、JR 東日本大井都線仙国駅。ありがとうございます。